これから、カフェで一人ランチ行きたいと思います。今日はここに来たよ。すごい美味しそうなの、今この間なんか歩いた時に見つけたので来ました。すごい健康的なご飯、一人で食べてきます。なんか健康的なご飯食べたかったから嬉しい。トセットにして、あ、これお味噌汁とかも選べるんだ。赤味噌、にじ味噌、汁味噌、オッケー。どうしようかな。よし、あ、すいません、はい、すいません。ミナトセットで、はい、じっくり煮込んだ寒ブリ大根一つと、どちら？あ、4番ですね。はい、4番、はい、お味噌汁が赤白麦大根。おすすめはどれですか？全部それで出るんですけど、はいはいはい、麦味噌が一番いいので。あ、じゃあそれでお願いします。はい、お願いします。めっちゃいいお味噌見つけた。かわいい、店内もすごいかわいい。なんか健康的なご飯食べたかったから嬉しい。悲しいね。悲しい悲しい。このパーカー最近買いました。チャンピオンが買いました。違った。お腹すいた。ありがとうございます。ハーブ、ありがとうございます。来た。ライブスティーだ。ブリ大根とコロッケときんぴら、おいしそう。あと麦味噌汁、おいしそう。ヘルシー。
作れたらいいのな、自分で料理たまにするんですけど、なんか料理動画アプリ見ないと作れないんですよね。見ないでも作れるような人になりたいなって6年前から思ってます。温まった体が、ということで今日のランチ朝日、あ、なんか名前つけたな、ちょっと生々ちょうど考えますわ。じゃあカフェめぐり、カフェ朝日たっさ。この動画がいいなと思った方はグッドボタンをお願いします。じゃあまたカフェに行ったら動画撮りますね。ごちそうさまでした。